PTR-91 はアメリカ合衆国の民生用自動小銃である。PTR インダストリーズ社が製造を行っており、PTR は精密射撃用ライフルを意味する。ヘッケラーコフ補社の G3 突撃銃から派生した小銃の一つである。かつてアメリカ合衆国内では H&KG3 の民生用モデルの一つである HK-91 半自動小銃が製造。 販売されていた。しかし1994年、公共安全及び娯楽的重機使用における保護に関する法律、通称アサルトウェポン規制法が2004年までの次元立法として成立する。これに照らし合わせると、HK91 及びその派生モデルはアサルトウェポンに該当し、そのままの状態では、米国内における組み立て及び、 民生重機市場での取り扱いが行えなくなった。これに先立ち、ドイツで製造された HK91 の輸入が1989年に禁止されていたこともあり、k k 社では HK91 の製造中止を決定した。結果として、米国内では民生型 G3 の需要が非常に高まっていた。 HK91 とほぼ同一の機能を有する PTR91 は、こうした需要に応じて開発された。1997年、ホセルイス・ディアスがコネチカット州、ファーミントンにて JLD エンタープライズ社を創業した。同社は、アサルトウェポン規制法の後に生じた需要に応えるため、ポルトガルのブラソで、プラタ兵器商から機材、設計図面などを購入し、 法規制に沿って再設計した PTR-91 小銃の製造に着手した。この規制適合モデルは重工のねじ切り、着剣装置、調整可能な重お及び高容量の断層などが除去されていた。ごく初期に生産された PTR-91 は、こうした規制に基づく修正を除いて、HK-91 とほぼ同一の設計であった。 PTR-91 の市場での流通は2002年から始まった。H&K 社の機材や設計図、余剰部品をそのまま使用した PTR-91 は同時期に流通した他の H&K クローンライフルよりも品質が優れていた。PTR-91 が商業的成功を収めると JLD 社は社名を PTR-91 インクに改めた。 2004年、アサルトウェポン規制法が期限を迎えると、規制されていた箇所を、軍用 G3 に近寄せる形で、設計の更新を行った。新たな改良も加えられ、やがてオリジナルの HK91 と、ほぼ同等の機能を達成した。当初、PTR91 の生産は、G3、HK91 の軍用余剰部品の輸入に、大きく依存していた。そのため、 HK91 と PTR91 の部品の間には非常に高い互換性がある。2010年、PTR-91 社は経営方針の大きな転換を行い、余剰部品の組み立てからの脱却と各部品の自社生産の実現を目指した。この目標を達成するべく、同社は2011年から2012年にかけて製造機器、 施設の大量交流を行った。2012年、ブリストルに移転するとともに社名を PTR インダストリーズ社に改めた。2013年、サンディフック小学校銃乱射事件後に施行された州政府による新たな銃規制への抗議のため PTR 社はコネチカット州からの撤退を表明した。現在はサウスカロライナ州クールスプリングに本社を置く。現在、 同社では25以上の派生型を発表しており、民間重機市場だけではなく法執行機関及び、軍用重機市場にも販売対象を拡大している。2010年、7.62X39mm 弾仕様の派生型 PTR32 シリーズが発表された。これは1960年代に H&K 社で考案、試作された。 HK32 のアイデアに基づいている。HK32 は G3 の他の後継のモデルを求める外国政府からの要望に応えて考案されたライフルの一つでほとんど製造されなかった。2011年、冷戦期の G3 突撃銃を再現した PTR-GI シリーズが発表された。ありがとうございます。